こちらこでーす。今日は先日日体大記録会に出場してきたときに、ちょっと動画撮ってたんで、今日はその様子をお送りしたいと思いまーす。今回シーズン初戦ってことで、まだ、そんなに試合期っていう感じじゃないんですけども、ちょっとどんなくらいなのかなーみたいな。っていうか、どれくらい走れるかなっていう感じですね。という感じで出てきたいと思いまーす。で、これは、朝食でーす。朝食は駅の近くにあるファミリーマートで買いました。赤飯2つと昆布のおにぎり1つと、羊羹ですね。あとは麦茶を買いました。で、この赤飯とかはよく試合の時には食べるんですよ。試合の時はやっぱりバタバタしちゃうんで、なかなかこう、試合時間が近い時には食べらんないんで、ダボついちゃうしってことで、なんで試合が始まる前、結構前にも食べて、腹持ちがいいものってことで、もち米の赤飯を食べてますね、いつも。赤飯どれも一緒だろって思う人もいるんですよ。意外にセブンイレブンが一番美味しいってことで電車に乗ったんで、これから渋谷駅に行きたいと思いまーす。ってことで渋谷駅着きました。結構遠かったっすね。でも言うて大学行くときも新宿駅まで来るんで遠いとか言ってらんないんですけど、てことでこっから JR 線から東急田園都市線だっけな、に乗り換えまーす。田園都市線に乗り換えました。ここは駒沢公園に行くときに、よくこの電車乗るんですけど、今回は青葉台ってことで、それのさらに奥で、しかもなんか30分から40分ぐらい、急行でも30分ぐらい乗るんで、結構遠いなって思いました。青葉台駅着きました。これがよく見る青葉台駅かっていう感じになってます。これが青葉台駅のバス乗り場っすね。バスは結構慣れてないのもあって、どれに乗ればいいのかこう迷っちゃうかなとか思ったんですけど、もうめちゃくちゃ日体大って分かりやすく、日体大行きって分かりやすく書いてあったんで、全然迷わず行くことができました。他にこの時間早かったんで他の人いなかったんですけど、それでももう日体大って書いてあったんで、本当に迷わず乗ることができました。よかったです。ということで、これは日体大着きました。これが日体大なんだっていう感じですね。これはよく見えますよね、ここ。入ってすぐがここだったっていう、ちょっとびっくりです。さっき右に見えたのが陸上競技場っすね。ってことで、早く着きすぎちゃったんで、競技場もまだ全然記録会の雰囲気じゃなくて、小中学生とかも練習してたんで、一旦これは周りを散策しつつ、コンビニに行こうかなということで、コンビニ行ってきます。コンビニにも行ってきたんで、コンビニ帰ってきたら結構人もいて、いい感じになってたんで、まず1回目のアップしていきたいと思います。今回、言うて家出るの早くて、大体その、記録会とかそういう試合の時は家で1回ちょっとちょろっと5キロぐらいジョグしてから行くこともあるんですけど、今回は、それができなかったんですけど、会場着いたのが結構早かったんで、それを会場着いてからやるっていうことにしました。で、その一時アップみたいなのは4キロぐらいをキロ5ぐらいで走って、でその後もう1回アップした時は 3.2 キロ4分20ギリぐらいで走ったって感じですね。3.2キロはいつものポイント練習の前のアップって感じです。ということで最終コールに向かってます。この時はもう自分の前の組の1組目がやっててって感じですね。で、その最終コール地点に向かってるっていう感じです。で、いよいよレースが始まるっていうとこですね。5分から10分前ぐらいに撮ってました。周り真剣にアップしてるのにこんな感じでしたね。ということで走ってきました。結果は15分45。シーズン初戦にしてはいいんじゃないでしょうか。よく走れました。イエーイ。新田屋さん、ありがとうございました。また来まーす。
今日は頑張ったんでデカビタ飲みたいと思います。テッキューす。いやこういうのはやっぱり走り終わった後に飲みたくなりますね。やっぱり、はい、砂糖が結局一番美味しいんすよ。ということで帰りのバスですね、日体大からこれ青葉台駅のバスっす。で全然人もいなかったんで、あのお昼ご飯の残り昆布のおにぎりを食べました。美味しかったでーす。テキューす。まあこの日のレースざっと言うんすけど、まあ良かったんじゃないでしょうか。15分45で最初3分1ぐらいで入って、はいやと思ったんですけど、みんなこれでいけるんと思ったら、なんかみんなそれで3000ぐらいまでいって、俺2500ぐらいで垂れたんですけど、まあいいんじゃないでしょうか。はい、来週も MK ディスタンスがあるんで、まあ、そこでは15分半切りたいっすね。そして家帰ってきたらこんなにたくさんイチゴがありました。すっごい美味しかったです。まあいちごはねもうみんな好きなもんで、はい、もう会って喜ばない人いないんじゃないでしょうか。ってことで言っときゅーす。いやこのいちごめっちゃ美味しかったですね。なんかまあ沼田の方のいちごらしいんですけど、めっちゃうまいっす。はい、すっごい美味しい。母親もすっごい美味しいっつってるんで、はい、ってことで自分もすっごい美味しかったです。ということで今日の夕飯です。今日はレース終わったんでたくさん白飯を食べたいと思います。これは、どこだっけな、なんか家族が自分以外の3人でなんかお昼行ったらしいんすよ、ああいうカツのところに。で買ってきてくれたそうです。あざーす。いやめちゃくちゃ美味しかったっすねこれ。なんかまあでもソースかけてもいいんだ、やっぱり。やなんすかこの、今日は白米アンリミテッドなんで、すっごい美味しかったです。はい。まあでもこの次の日からまたあんまり食べ過ぎには注意ってことで食べてないっすね。はい。すっごい美味しかったです。あるあごめんなさい。ってことで今回の動画は以上になります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。